バカっていう動物がいるというのは本当でしょうか？カバではなくバカ、動物愛護の精神から言っても、その名前はあんまりではないでしょうか。バカという名前の動物はいます。でも、ご安心ください。バカではなく馬鹿と読むんです。牛の仲間ですが、体つきが馬や鹿に似ているので、馬鹿と呼ばれます。と言っても馬と鹿の掛け合わせではなく、独立した牛科の種で、アフリカの中型牛エランドやヌーと同じ仲間です。インドでは、虎に襲われることが多い存在ですが、生息数はそれほど少なくはありません。この馬鹿は、とても変わった生態を持っています。強いオス1頭が、5頭から15頭ぐらいのメスと、ハーレムを形成し、ハーレムのオスは、メス全頭と交尾をします。馬鹿は、自然界でも飼育下でも同様にハーレムを作ります。もし他のオスが交尾しようと、メスを求めてハーレムに侵入すると、ハーレムを支配するオスは、その他のオスを追い払おうとして、オス同士はメスたちをめぐって争いを始めるのです。そしてその戦いは半端なものじゃないです。頭突き合ったので頭突き合ったりして、激しいメス争奪戦になり、時には負けた方が命を落とすこともあります。もし、新しいオスが戦いに勝つと、そのハーレムは、勝ったオスのものとなり、すべてのメスと交尾することができます。強いオスしかメスと交尾できないという、厳しい社会なんです。馬鹿という名前はちょっと変だけど、強いオスは、非常に羨ましい生活を送っているのです。珍獣獣医師の動物の豆知識でした。